開幕でござる。皆に見てもらう演舞、それは約400年前実際に起こった出来事。我らの主君徳川家康様人生最大の危機、逃避行でござった神君伊賀越え、この様子について皆に見てもらうわけじゃ。この1582年の出来事、そして今6月4日、まさに約400年前この6月4日は神君伊賀越えの最中でござった。故にその様子を皆に見てもらおうが、この窮地脱するにはお主らの力が必要と相なるわけじゃ。 Give me power No please。 故に今から力の送り方を伝授いたす上、真似をしてほしい。皆の衆、両手を前に出すのじゃ。両手を前じゃ、みんな両手を前じゃ、両手を前、ボスハンズのこの前じゃ、前じゃ、そしてトゥーフィンガーじゃ、2本指、現世で申すこのチョキ、ほいで指を閉じる、クロスユアフィンガー、ほいで鏡で参るぞ、右手が下じゃ、ライトハンドダウン、ほいで左手が上、レフトハンドアップ、そして、どちらじゃ、左手を、右手を左手に収め、into the left hand じゃな、これで胸の前じゃ、 in front of your chest、これは当院という忍びの院でござる。集中いたすときに使うわけじゃ。そう、わしがせーのと申す場面が演舞のさなかにござるゆえ、忍と大きな声を出して言ってほしいわけじゃ。I say せーの、 you say 忍、 OK、 please。さあ、それでは一度練習してまいろうではないか。まいるぞ、せーの、シートまだ遠慮しておるんだ、皆の衆、もっと恥ずかしがらず大きな声で申すのじゃ、ラードボイス、もう、さあまいるぞ、今一度党員を組むのじゃ、まいる、せーの、見事なり、演舞のさなかもそれでよろしゅうお頼み申す。服部半蔵忍者隊演舞開幕である。時は1582年本能寺の変にて信長様が討たれた後、謀反を起こした明智光秀殿が次に狙うは我らが主君徳川家康様であった。徳川家康の命頂戴するよ。そうはさせん、主君、徳川家康様の命は我らがお守り申す。やめろ、徳次々と襲ってくる。家康様には何としてもこの伊賀を越えていただかねえ。家康様はいつもなさねばならぬことがあるとおっしゃっておられた。それは天下太平の世を築くこと。そのためには家康様を岡崎城に無事お連れしては。今こそ伊賀者の高価者の力が必要じゃ。忍びの者たちよ、わし服部半蔵に力を貸してはくれぬか。承知。半蔵様、僕はわしが頼むぞ。総勢300名集いし、忍びたちと共に民の幸せのため、天下太平のため、
この命にかけて家康様を守るじゃく。さあ皆の衆、今がその時ぞ。我らに力を貸してはくれぬか。さあ先ほど教えた動員を胸の前で組むのじゃ。吟味パワーじゃ。それでは参るぞ。せーの、もっとじゃ。せーの、最後じゃ。せーの、ありがとう参上。皆の者、イラテッドソース参りまつれ。行くぞ。おお、イエスは無事ご帰還じゃ。忍びの者たちよ、かたじけのうござった。礼を申す。この功績により我らはナルミーガ衆として取り立てられ、わしはその棟梁でござった。天下太平の世を実現された家康様の願い、そして忍びたちの思いを受け取り、現世に磨いては服部半蔵忍者隊として愛知院長を盛り上げようぞ。我ら服部半蔵忍者隊、ここに出陣。さあこれが新婦伊賀子の様子でござった。みなし改めてようこそ名古屋城へようまられた。ありがとうございます。さあここで一つみんなに問いたいことがござるんです。それは我らのことをまあおらずとは思うが、そうじゃな、初めて見たよっちゅうものを正直言ってあげてみ。予算おる。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。やはりちょっと手開けづらそうにしようと思ったの。すまなんだ、すまなんだ。始めましてじゃな。何を話しておる、私は。縁起まで、縁起まで。縁起まで、縁起まで。おお、違う違う。これだけ多くのものがおったら、知らぬものな、改めて我が隊のことを知ってもらう、ええ機会でから。なるほど、全体的に知ってもらおうではね。全体的に、エンキマルだけではござらぬ。エンキマルも覚えてほしいんだけども、まずは全体に。大事です。よしよしよし、おいでは我が隊の説明いたすのじゃ。はい、かしこまりました。我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は、主君である徳川家康様に仕えた棟梁服部半蔵正成様を中心に、違う服部半蔵正成様、もし自らそこで延期丸延期丸言うとったぞ。延期丸殿と半蔵様、半蔵様を中心に愛知のさまざまな武装観光をより一層盛り上げるべく、現世によみがえり申しました忍び衆でござりまする。ここ名古屋城にて毎日おもてなしを、そして土日祝日にはこのような侍忍者ショーを行っておりまする。そして同じく現世には我らの重要な任務がございまするな、延期丸殿。ようでござる。さあ我らは現世の、ソーシャルメディアというものをやっとる。例えばツイッターとかな、あとはインスタグラム、フェイスブック、YouTube、TikTok と、このさまざまなソーシャルメディア、SNS というものを通じて、わしら忍びの情報、体術、忍術、さまざまなものを発信しておりまするゆえに、ぜひな、お手元のからくり機で、徳川家康の服部半蔵忍者隊と検索いたして、すべての SNS、ソーシャルメディア、援軍、フォロー、よろしゅうお頼み申す。よろしゅうお頼み申す。さあさあさあ、服部半蔵忍者隊の援軍、そろそろ芝居の国と愛なる。最後は、我らの剣前にてお主らを鼓舞いたす。白虎とくとご覧あれ。心忍びたる者を忘れはせん。心に合えば辛くとも共に生きる民のため、笑顔と勇気を届けようぞ。我ら服部半蔵忍者隊、果敢に推進。Thank you.
き抜ける。いだせんの。そうし。己の信じる道を行け。果てんな。縁決まれ。万事はところで決まる。はっちゃり、はっぞ。さあ、これよりは我らのこの格好をお主らの写し絵機にてバシャバシャと撮ってもらいます。題して写し絵の国情。よっよー、ありがとうございますね。気合いはええな、気合いはええな。さあ、では三方向に我ら構えを取っていくがゆえに写し絵機の準備をいたすのじゃ。お願いいたしますね。さあさあ、それではまずはこちらに格好を構える。マイルさん、それでは掃除5つ数えよう。かしこまり申しました。では参りまする。1つ2つ3つ4つ5つ。しまいでござりまする。刺さっとってて、規則刺さっとってます。危ない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 。よろしくございます。すまないよ。では、正面の方を。ああ、よかった。伺ってまいりますね。では、お願いいたしますね。私が一番焦っておる。はい、参りまするぞ。では、1つ、2つ、3つ、4つ、5つ。おかしいじゃん。ケースカッティングミリ。よし、事故ですな。こういうことはありまするな。あるんかいな。あるんかい。ではこちら、行ってまいりましょう。よし、では参りまする。1つ2つ。もんじゃ。3つ。ハトさまがお話長いから、ね、4つ。わしのせいか。どうか。5つ。ありがとうございます。切られたな。さあさあさあ、続いては名古屋おもてなし武将隊の方々による演舞じゃ。しかとそのままにおるて、ステイヒア。それでは皆の衆、またおう。さらばじゃ。ありがとうございました。Stop! Ha! Ha!